自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けて、党記委員会から離党勧告処分を受け。自民党を離党した、世耕弘重氏が理事長を務める近代の教職員組合が連日、XQ ツイッターで世耕氏の言動への批判を繰り広げている。同組合は昨年12月、 世耕氏の理事長辞任や世耕氏による大学関係者への説明会の実施などを求め、団体交渉要求を行ったことを公表するなど、厳しい言葉を発信し続けている。7日は、離党勧告処分を受けた世耕氏や塩谷津座長と、他の安倍派幹部の処分に濃淡があった背景などを解説したニュース動画を引用し、指三本、うん宗助首相が辞任表明の際に使った、 明教止水を3回連呼とポスト。世耕氏が4日の離党表明会見で口にした、明教止水という言葉が、女性問題で首相辞任に追い込まれた、宇野宗介元首相と同じフレーズであることを皮肉る内容になった。会見翌日の5日には、世耕理事長は、昨日の離党会見で、大学理事長職は政治活動とは関係ないと言っていましたが、 政治家として重いポストについていたから政治資金の管理が十分にできてなかったわけですよね、性倫心。ならば、学校法人理事長という住職との兼務が困難だとは考えないのでしょうか。政治家の片手まで理事長を続投するのも迷惑ですし、近畿大学の資金管理にも不安が残ります。理事長職をしっかりこなしているというのであれば、 政治家としての活動が手抜きになっているということでありその結果としてずさんな政治資金管理があったとすれば国民は不安ですなどと投稿している一方先月28日には教職員有志が世耕市の理事長辞任を求めるインターネット上の署名をチェンジ .org で開始7日現在で4万人を超える賛同の署名が寄せられている 世耕氏は離党会見の際、理事朝食について政治活動とは関係ないと述べ、6日に行われた近代の入学式にも出席した。祝辞で変化の激しい社会で自分の立ち位置をしっかり把握してもらい、立派な社会人として近畿大を巣立ってほしいと呼びかけたが、 自分の立ち位置をしっかり把握してというフレーズには一番把握していないのはこの人などのツッコミが SNS に殺到した。以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。入学式典はタイミングが悪すぎますね。世耕一族が創設した大学だし、和歌山には水産研究所とか付属校も作って世界に誇るマグロの完全養殖とか和歌山の地から生み出してきた。 だから、こんな状況でも、世耕さんを応援する人は多くいるが、後人としてはなかなか許されない状況、振る舞いとしてしまったことは、ちょっと取り返しは困難かと思います。大学理事長をこの人がやっていることにびっくりした。近畿大学が政治的なつながりで補助金交付などを有利にしたいとの思惑があったとしか思えないんだよな。しかし、今回の裏金問題があった中で、 よく新入生に話ができたものだ。辞任求める運動が起こるのは普通だろうな。その前に本人が辞任するのが当たり前に思えるが、それをしないくらい面の皮が厚くないと政治家はできないんだろうな。確かに関係機関なので筋道は通っています。しかし、片手間で迷惑と現場の声もあるように選挙で公人になったら、初ょい、掛け持ちの仕事は、 法的に一切禁止してはどうだろうか。市議会議員も含めて、正直兼業されている方々が少なくないのが現状です。それでも、公人として国民のために志を成したい方のみで結構だと思います。旧体依然たる派閥、利権、権力、地盤優先の体質に終止符を打つときだと思います。議員は儲からない。 国民を税金を使って、志を持って幸せにする。納税の死骸も出てくると思います。よく大学自治というが大学自治案件。近代が決めること、4万筆というが全て決定権持つ方なのかどうか。近代は、近代の規約に基づき入学式の来賓として、施工士に祝辞を賜った。入学式の門出を祝うための祝辞をぶち壊すような。 活動は控えるべきしかも近代に関係ない輩が騒いでも決定権があるのは近代職員、教員、大学理事、近代学生、近代 OB やその父兄その方々が晴れの門出で招いた施工師の祝辞で花を添えたそれだけでしょうネット上の署名というものはどういうものなのでしょうか単にネットで一般に向けて 署名を集めるのだったら4万というのは取るに足りない数字です。岸田首相だったらどれだけ集まるでしょう。でもどれだけ集めても意味はないですね。日本の有権者数はどれくらいでしょう。8000万人ぐらいですか、もっと多いですか。4000万人を超えるとすごいかもしれません。ところで、 近畿大学の評議員とか理事さん方はどうお考えなのでしょう入学式での祝辞を述べる世耕氏の故障がさまで紹介されていたことに何か違和感を覚えるそれだけ大学での自分の君臨する存在を図らずも示したかったのかなと勘ぐってしまう世耕氏は政治活動とは関係ないからと続投の意向を示しているけど 施工士にとって理事長職であり続けることが国会議員としての生命線にもなっているんだろうから政治活動とは関係なくはないと思う。まあ、参議院というのは暇なのだということを教えてくれているのだと思う。はたに見ればこの人は安倍さんの太鼓持ちでオシャレで身なりがよく多弁で軽薄な印象がある。間違っても中身で勝負するようにも見えない。 近畿大学も何かの便利を求めての理事長、就任要請なのだろうが、自民党の看板もなく、安倍さんの後ろ盾もない今となっては何が期待できるのだろうか。結局、良い悪いは別として、選挙は地方選挙民に委ねるしかありません。和歌山は二階さんの地元でもあり、地元民の判断は難しい。今後ぜひ法改正して、比例代表制度は、 撤廃してもらいたいたこれがあるから何時までも温帯が政治をしきり長い間の不正政治手法が変わらない地方で落ちた人間が復活するのは全くおかしな話である教職員有志が世耕理事長の辞任を求めるインターネット上の署名で4万人を超えるというなら今後国政選挙に無所属で立候補しても当選は無理と言えるだろう 変化の中での立ち位置の把握というなら、自分の立ち位置である土台が、反理事長というのでは、もはや相撲で言う、死にたいとも言えるから。この際、自民党内での、裏金疑惑の内実を世間に全て告白した方が、理事長としての立ち位置と名誉を保つことになるという、ものでしょう。銀行や、学校だけは潰れないと言われたのも過去の話。今やどちらも、経営危機に瀕しており、 特に私学は、熾烈な生き残り競争時代に突入している。もともと大学からスタートした学校法人も、付属高校、中学と手を広げ、今や、付属幼稚園まで進出。学習以外の部分のサービス合戦であり、差し詰め子供は、お客様、いらっしゃいませ、状態だ。どの学校も、進学実績を上げるため、 一握りの優秀生を普通の児童生徒からは、隔離しての純粋培養。旧定大でも入ろうものなら、新聞テレビで大々的 PR だ。近代は、設立経緯もランクも西の日大そのもの。相撲や野球などスポーツに入れ込む姿も売り二つだ。加えて、今回の一件で、理事のうさんくささまで似通ってきた。 次はいよいよ学内を2分するコツに行くの、争いなのだろう。